さて、さあ、大詰めですね。てか、やっと後半戦か。さあ、じゃあ後半戦行きましょう。後半戦、ででーん。さあ、よっ。6種類、あるんだって。今回、すごいね。龍騎伝王、イマジン、モモタルス、で、ガイム、ビルド、エスパーダと来たもんだ。すごいな。主役陣はもちろん欲しいけど、イマジン、モモタロスがなぜか椅子座ってるのも、しかも、デンライナーの椅子じゃなく、なんか普通の椅子。で、エスパーダはちょっと派手だから欲しい。でね、他の2人は持ってるから3人ぜひ揃えたい。で、今回は6個も当たったから、コンプいけるかな？じゃあ行ってみましょう。ね、これはちょっと開封の部分が一番盛り上がるね。結構楽しいね。よし。開けますよ。さあ、初めはまあ安心。だって、まだ出てない。よし。せーの、でかい。ポン！お、何かエスパーダでっけえ。うわ、めっちゃかっこいい。超かっこいい。何これ。すげえかっこいいんだけど。はい、じゃあまず、エスパーダ出まして。じゃあ次いきますよ。やっぱ超かっこいいぞ。エスパーダ。さあ、からの、ダブらないで、レッ！来ました。イマジン、モモタロス。でかい。椅子付き。これはちょっとなんかいいね。椅子付きね。はい。コーヒー飲んでる。はい、次。いよ、順調。順調よ。6分の6だからね。これは厳しいかな？いくよ！せーの、ダン！おいしゅ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 。はい。ガイム、オレンジ、アームツ、花道、ホステイシ、よし。はい。残り3つ。まだ出てないの、龍騎伝王、ビルド欲しい。いくぞ。まあ、でも被らなければいい。さあ、いきます。せーの。よっ！何？何？わーし！座ってます。はい、電王。よしよし。さあ、残り2つ。どうかな？8個あったかな？確か、コンビニには。8分の6持ってきた。から、まあ、被る。もちろん被る可能性がありますけど。あ、ちっちゃいぞ。どうかな？せーの。はい！椅子。お尻やー、もう。わー、かぶっちまったかー。残り2人は欲しい枠だったよ。龍騎もさ、ビルドもさ。うわー、で、そのうちの1個、出てよ。ほんと。なんか重たいなー。エスパーだな気がしちゃうなぁ。どう？はい、じゃあ行きます。お願い。せーの、ドン！ビルドー！ビルド出たー！あ、色綺麗。ポージングも。あ、なんかだいぶ、ラビットが、ピンクい。でもこんなもんか。よし。開けよう。全部開いたから行ってみましょう。じゃあまずは、おわー、これやべえな。エスパーダ、よ。足はめて、手つけて、こうか。はい。エスパーダ、やっべえ。勝った。すごいな、これ。敵良すぎ。すごいぞ、この金。うわー。はい。うん。いいですね、このエンブレムといい。
パイスパーだ。ねえ、このリングとね。かっこいいな。白。メロンを思わせるこの白の服。うわ、色合いめっちゃかっこいい。また真ん中のこのシルバーが。いかつ。あ、これ、すごくいい。ポーズもめちゃ大きくて、ぽいですね。はい。じゃあ次、ビルドも欲しかった。台が大きいですね。はい。じゃあこんな感じではめて。じゃじゃーん。このアングルかな？赤がすごい濃いというか、かなり強めのね、赤で。綺麗だな。はい。バネと、ぐるっと回して。で、これやっぱちょっと重さもあってね、いいですよね。サイズもよし。うわぁ、これ全部飾りたいな。歴代ね、レジェンド。はい、ここにね。そうか、こういう感じで当ててたのか。はい。ビルドはね、今度の一番くじもね、気になるところだから、立ってよかった。そして、これは？つけてた割にはだな。はい。多分これ、剣があるんで、折れないようにだと思うんですけど、あんまりなんか変形は気にしてないのね。あれ？逆の。はい。ここにはめて、こんな感じ。はい。かなりね、オレンジ。うん。全体的にすごいこのメタリック感、強めで色がすごい綺麗ですね。明るい。とにかく明るい。おー、そうですね。だから、ちょっと、高級感はありますよ。うん。足までしっかり。先頭。お、ほら、二人揃うとめっちゃいいね。はい、これがイム。そして、桃太郎っす。桃太郎っす。なんかもうちょっとこう、怒ってるポーズじゃないの？ちょいちょい登場しますけど、まあね、真骨頂も出たり、まあ人気はね、やっぱりあるから、今回はこのパルムライズで登場ってことでね、綺麗に造形されてますね。一番目立つな。よし、じゃあ最後、電王はちょっと、電合射あるんですけど、ちょっと曲がっちゃってんな。まあでも、ね、この馴染みのあるポーズ、しゃがみ。バージョン。ね、肩乗せですけど。複眼が。お、綺麗。はい。はい、全身ぐるっと。お尻。なんか劇場版とかでね、よくこう背中が最近映ってる。こうピョンって跳ねたりとかね。っていうのはやっぱりいつも面白いですよね。動きがね。はい、ベルト。こんな感じ。このポーズの寄りはちょっと面白いな。はい。敵がいいです。やっぱりこれ。うん。やっぱりね、この重さ この重さね。いいですね。あ、このポ、もうなんか、この角度いいね。はい。ということで。ちょっとこういう、うん。お前はちょっと場違いだな。ほら。いい感じに。ガチッと。ね。まとまっていいですね。エスパーだ、いいな。はい。まあ、プラス、ワンです。はい。ということで、ちょっと龍騎だけが出なかったですね。ちょっと残念。はい、ということでね、今回これね、5つ出ました。さあ、やってまいりました。ね。よいしょ。さあ、これ出ましたね。さあ、A と B。で、もう最後の最後に同時に出たこの A 賞2つ ですが、どうしよう。なんか、気分的にはこれがね、何年ぶりなんでしょうね、ビッグサイズのね。これの方がちょっと出にくいっていうことだから、じゃあこれは最後にして、よいしょ。じゃあ A 賞からね、行きましょう。A 賞。ね、最近のとこだといつもほら、バックあって、こうサイドにね、写真があったりとかしてましたけど、今回はなんか、シンプルですね。顔が見づらい分だけ写真欲しかったけど、写真はありません。よし、開けよう。よっぽい。よっ。
さあ、開きましたよ。ステージ、ああ、剣もついてて、じゃあ、ドーン、イエー、すげえ、うわー、あ、何？ちょっとマット、おー、光ってるけど、少し、マットなカラーリングが、かっこいい。光ってるんだけど、すごい落ち着いてる。落ち着いた、ちょっと、質感と、このカラーリング。うわー。そして複眼のね、色。白からの紫。ちょっと立たせよう。ここに、クロス。かっこいい。うわぁ、刀身長いとこうなるんだ。うわぁ、長い。おぉ、はい、このような、ちゃんとクリア。少しね、透き通っていて、デラメが入ってるのかな。キラキラって光ってます。かっこいい。で、ちょっとあれか、で、剣は下向きですね。下向きに、持つと、引かなきゃ入んない。うぅ、かっこいい。やーべえ、やーべえ、頑張ってよかった。すげえ。はい、ぐるっと。うわ、赤がまた、お腹の赤が目立って。うわ。ね、わかりますかね？この、少し落ち着いたこの質感。塗装がやっぱ綺麗だな。うん。いや、ベルトもね、しっかりと作り込まれてるし、剣もね、すごいよくできてる。うわ、これ、どの角度でもかっこいいぞ。うわ、ひらめいている。お、これだな。すげえ。あ、ちゃんとね、顎が。いえ、すごいな。すごいな、これ。シンプルですよね、すごい。うわぁ。でね、やっぱこのちょっと紫が所々にね、ふわって入っててね、コズミックって感じしますけど。ドラゴンがより引き立ってるな。サイズ最高ですね、これ。はい、そしてね、このやっぱり、剣ですよね。剣を持ってることによるこのセイバーのかっこよさ。最高。ええ、いいですね。これ、今までの、ちょっとやってきたこれ、03ですけど、一番いいセイバーかもしれない。最高です。はい、そしたら、じゃあ、行きましょうか。これはね、同じもの出ちゃったんで、まあ、ちょっと避けまして。はい。じゃあ、今回はもう初ですよね。初というか、もう何年前だろう。どのぐらいだろうね。ウィザードぐらいですか？ウィザードぐらいから多分亡くなってしまいました。まあ、これは名前でいくと、まあ、B 賞はビッグライダーマスクってことですけど、仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンってことですけれども、うん。まあ、要はすごい久しぶりなんですよね。うん。確か、この一番くじでやってたのはウィザードが最後だったと思いますけど、わあ、すごい。同じサイズなのかな？でも、見た感じのこの台座もね、一緒だったと思うんですよね。だからウィザードだとね、もう外部ドライブ、で、ゴースト来て、エグゼイトビルド、で、ジオ01だから、8年ぶりですか？うん、そりゃすごいや。8年ぶり。大きさ34.5センチ。でっかい。よし、じゃあ開けます。よし、じゃあ開けましょう。ああ、待って。あ、上のが取れました。上のやつが取れたから。これ待って、なんか揺れる。どうやって取ったらいいんだ。覗きますね。おお。あ、もう台座に乗ってる。いくよ。せーの。いえー。まんま入ってた。え？すげえ。え、かっこいい。かっこいい。で、あ、頭のね、頭の剣だけついてないバージョン。あ
ありゃ？かっこいい。すごい。懐かしさもあり、新しさもあり、回る。すごい、なんか滑らか。うわ、おっきいのいいなー、やっぱり。はい。で、これね。はい、別でついてますけど。すっごい太いですよ、これ。すごいな。よ、じゃあこれを取って、うわっす。手のひら。はい。じゃあこれをつけましょう。かす。かっちゃん、ついた。イエーイ。かっこいい。かっこいいぞ、これ。ちょっと頭先上入らんね。うわー。ちょっと、はい。じゃあこれ B 賞ですね。まずちょっと下にこうやってロゴが入ってますけどね。ちょっとね、ほら。立体的になってて、少し新しい感がある。前もそうだったっけ？飛び出してます。はい。仮面ライダーセイバー入ってまして。ちょっとこれ撮ってみようか。いいよ。はい。こんな感じの台座。ちょっと、どういう感じ？これ台形？まあそうですね。ちょっと中心に寄ってるような台形サイズ。そこにこのセイバー。やばい。めっちゃかっこいい。やばい。すごい。さっきのこれよ。おっきい。A 章。A 章。これ横にいますよ。マスク。かっこいい。すげえ。うわ、ちょっと他のマスクも久々に見たくなってきた。かっこいい。正面。はい、この、目こんなんなって、ちょっとボコボコボコって、なってますね。あ、細かいとこまで。まあ、そりゃそうか。このサイズだもんね。で、ツーン。で、ここのね、ちゃんとほら、差別化された赤。で、剣の部分、刀身、先まで長い。で、炎が、うわぁ、綺麗だなぁ。でかい。何よりでかい。すっごい。楽々デラックスのソードライバーの剣のね、エンブレムの大きさ超えてくるね。うわぁ、綺麗。で、台座がついてるから、台座。また見栄えがいいよね。見栄えがいいよね。でかくて、かっこいい。はい、じゃあちょっとぐるっと。ぐるっと。はい、ぐるっと。はい。このようになってます。やっぱり、このサイズ感あると、やっぱベルトと一緒に飾るのにすごいいいですよね。やっぱ、なんか昔のマスコレでもあったけど、その、ちょっとこうベルトのやつと組み合わせで出してたりもしたから、それ一緒に飾るとやっぱかっこよかったもんね。だからやっぱこれはデラックスサイズなんですよ、もう。これと、デラックスのベルトを一緒に飾ったら、すごい。ねえ、ディスプレイとしては最高ですよね。いや、もちろんポスターだとか、今までのね、こういったアクリルとかもいいけど、やっぱ大きいもの飾るのっていいですね。まあ、今回もとにかくやっぱりここしっかり多分再現されてるんでしょうね。こんなに長い。こんなに長いんだって思いましたね、今。ということで。B 賞ですけれども、まあ一番の今回目玉じゃないですかね。はい、こちらのビッグ、名前なんだっけ？ビッグライダーマスク。はい。こういったものになっておりました。回る。回すの楽しいな。はい、ということで、いかがだったでしょうか？もうほぼコンプ。はい。ちょっとね、ここだけ、ね、パルムライズか。
だけね、残念でしたけれども、ほぼコンプだということで、まあ言うてもね、まあ数が数なので、そりゃそうだと思うんですけども、だったらもうラストワンまでやったらいいんじゃないかともね、正直自分でも思ったんですけれど、まあね、一番最後の最後に、まあ A 賞がね、2個出たっていうところで、まあ僕は今回終わりにさせてください。はい。まあね、でも B 賞、まあ一番はやっぱ B 賞かな。B 賞が出てよかったなって思いました。このビッグマスク？違うか、ビッグライダーマスクか。なんかはちょっと久しぶりに見てね、やっぱり感動しましたし、そのビッグマスク系をね、またちょっと開けて並べてみたいなって思いましたもんね。で、あとはまあやっぱりベルトと合わせて飾るには、すごくいい、まあグッズというかね、アイテムなんだなって思えたので、これはちょっとまた、ね、次、まあ、そうなってくるとね、01だとかも欲しいですけど、そういったものもね、今後も出てきてほしいなって思いました。というわけで、はい、今回はですね、仮面ライダーセイバーフューチャリングレジェンド仮面ライダーの03をご紹介いたしました。頑張りました。ありがとうございました。面白かったという方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ではね、以上になります。ありがとうございました。